牧野忠長牧野忠長5月21日昭和51年11月22日は、明治から昭和にかけての越後長岡藩牧野家の第十六代当主、貴族院議員、死者区。妻は高倉長則の娘、元語。明治44年、小牛松平家の宗家である旧三河西尾藩主家の死者区、小牛松平則等の次男として生まれた。署名は、 松平義尾。先代当主、牧野忠厚の死後、親族などの協議により、養子に迎えられた。なお、牧野忠厚の長男、牧野忠康は、相続人から外されていた。昭和10年4月21日、養父の死去により、家督を継いで、越後長岡藩牧野家の第16代当主となった。そして、釈与終釈し支釈となる。同年、 京都帝国大学経済学部を卒業し、三井生命保険に入社。以後、日本石油、帝国石油で勤務。昭和21年6月、貴族院死者区議員補欠選挙で当選し、研究会に属した。昭和22年5月2日、家族制度廃止で借を執行し、貴族院も廃止され、議員を失職した。昭和51年に死去した。去年 長男の牧野忠政が後を継いだ。牧野忠長の曽祖父である松平城前は、先代の子者、牧野忠厚の実父である越後長岡藩主、牧野忠近の長兄であり、忠長の祖父、松平の立具が忠厚といとこという関係にある。また、越後峰山領の、第八代領主だった牧野家文家の旗本、牧野忠も、松平城、前の弟、忠近の兄である。 このように、三河牧野志宗家の越後長岡藩牧野家は、た田ちの代からお牛松平家宗家の三河、西尾藩主家とは密接な関係にあった。ありがとうございます。